中慶大学は中国中慶視察木に本部を置く中国の国立大学である。1929年に設置された大学の略称は重大である。中国の国家優先教育プログラム211校邸985校邸、総一流の指定校として重点的に建設される国家重点大学である。現在4つのキャンパスを持つ 腹部旧大学の一つである。中国国内では特に工学分野での研究で評価が高く、機械工学、電気工学、生物工学、材料工学等の分野の国家重点学科が持っている。国家重点実験室も複数がある。卓越大学連盟の成員校である。2014年時点で学校の面積は5500世。 建築面積は150万平方メートルである。生徒数は約5万人で、学部生3万人と大学院生2万人、教職員は5200人である。重慶大学から忍田出し費など、たくさんの卒業生が社会に活躍している。A 区のキャンパス入り口 D 区の図書館 D 区の、キャンパス入り口 D 区の教学館 A 区の、主教学館工学部の建築物重慶視察僕、 太郎区、証券しらき、金額業、愛国家円形を中心にハーモニーを象徴する、意味である。三角形は、大学が成立した初期のシンボルマークを継続する。水平方向の線は、川の流れを描く。山は、山の都市と呼ばれる重慶を象徴する。歯車は科学研究の意味である。オリーブの葉は、希望を与える。重慶大学校科。作詞。 古書家、作曲、許可業。重大青、学院も、刑も、日本の大学の学部に、ほぼ相当する。学部は、学院と、刑の上の編成で、実態はなく、日本の、学部とは、位置づけが異なっている。病役がないので、そのまま記す。大学は、持っている、国家重点学科は、以下である。機械工学、電気工学、 生物医学工学材料工学、熱物理工学、岩戸工学、最高工学、精密機械工学技術経済と管理大学は3つの国家重点実験室が持っている。機械電動国家重点実験室総配電設備、電力システム安全、新技術国家重点実験室炭鉱安全、動力学、制御国家重点実験室2012年度の 中華人民共和国教育部学科評価により、中国国内において特に強みを持つ研究分野は、以下である。付属図書館重慶大学図書館重大外教、2015年、重慶大学、中文。重慶大学関介、2007年4月28日、当人号、中文。ABCD、重慶大学サイオンスポートルチャイナ。 spc.jst.go.jp2019 年9月14日閲覧10大学 www.cqu.elu.cn.2019 年9月15日閲覧チャンチャイングユニバーシティ wikipedia,https://en.wikipedia.org/w/index.php <ッ>タイトルイコールチャンチャイングユニバーシティオルデドイコール9億426万3761教育部学位中心2012学科国家交付 www.chinadegres.cn.2019 e 年9月15日閲覧。ありがとうございます。